今日もお疲れ様です。皆さん、あれすっげーグラグラする、なんか挟まってる。よいしょ、熱っ。そっか、うるさいから窓を閉めたんですね。パン君、食われて寒いかもしれない、ごめんね。ベンさん、やっほー。フーチヤップニャンパチフォローしましたありがとう。なっちゃん、ありがとう、来てくれて。島間さん、はじめましてじゃないね、久しぶりだね。ウルトラソルチ、こんばんは。うん、パンが起きた。ラクデさん、こんばんは。なかなか配信来れないから久しぶりですね。嬉しい、本当に来てくれてありがとう。姫のお顔のマグカップは、姫の顔顔取っ手が姫になるか、あるかそうなったら特注ですか。違った、姫ベロ、やっほー、やこち久しぶり違った、吹いた、合ってますけどね、それで言うとめっちゃアバでこんばんは、いじられとるよ。ゆめちゃん、久しぶり。あー、すねちゃん、やっほー、にゃるみち、久しぶり引っ越し後、そうなの、引っ越ししてから初配信なんです、実は。ほう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 、一人暮らし。タロパンチ、やっほー。タロポンだった、タロマルちゃった、タロマルチ、やっほー。あつあつあつ、いつもありがとう。やぶち、やっほー。パン君、姫のために字を取ってきてあげて、やめてくれー。マジでパン君が G を加えた時にはもうやばそう。まあとはいえ自分じゃ対処できないから、パン君にどうにかしてもらうしかないんだけどさ。もうその他誰かに家に来てもらうよね。ティンカリンは無理だろうな。せっかく広い家に引っ越したのにね。広くないのよ、前の半分以下よ、前の家の半分以下まああのブラザーと2人で住んでたんで、前回はそれ半分以下になりますよ。ホテルかと思ったでしょ、いい家でしょ。ほう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 、全部そんな高いもんはあのじゃないんだけど、真っ白にしました。ベッド、あのベッドの下にめちゃめちゃ収納があるやつにしました。勝ちました、狭い部屋でも広く見える久々にヒューに会えて嬉しすぎる。夢も会えて嬉しい、本当にありがとう。翔太くん、やっほーやだ、パンくんが字を加えた後、夢をペロ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 しとる今。かわいいね、自分の顔ペロペロしてグルーミングしてるの、かわいいね。パンくんはかわいい、かわいい、かわいい、かわいいね、あーぷよぷよしてるの、かわいいね。1個タンスを、タンス買ったっていうか、まあ前からあるやつ持ってきたんだけどさ、こいつタンスの上にずっといるんだよね。あーかわいい、ふん、愛おしい。すごいやー、またまた、そうなの、またまた一人暮らしになりました。スタだって言ったね、スラックが。なんか来てますね。音を消しましょうか。ずす。汚せない部屋。確かに。でもパン君の色のあれだからさ、なんか。あれなんだよ、汚れてても気づかないみたいな。そのベッド、俺も欲しいやつか。マジ？ニトリさんだよ。ニトリ万歳。ほぼニトリ。私もどこかのホテルの部屋かと思った。勝ちました。電車の中で見てます。お疲れ様です。部活、部活だったかな。お疲れ様、翔太くん。やっぱ白気落ち着くんだよね。日焼けしてる、してないと思うけど、多分なんかね、電気のね、照明の感じだと思う。前に来たら全然そんなことないでしょ。なんかね、届かないんだよね、この光が
めいちゃんありがとう。めいちいないから言ったけど、めいちごめんなさい、吹いた。ね、うちの娘グルーミングしすぎてあれベロ疲れないのかな。ほんとよ。あ、なんか天井見つめてる。また雲か。まあグルーミングまたしてますね。どうぞケーキありがとうございます。こんばんは、仕事しないちろ、ありがとう。でこ父さん、そしてみんなマグカップ予約していただけましたでしょうか。ほう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 、前回はこんな感じだったんだけど、ちょっとバージョンが変わったマグカップを販売しております。いつもありがとうございます。とうとう販売できやした。ベンさんバーンってやられてる。ブラザーとフレディクレーションも楽しかった。めっちゃ綺麗、いいでしょ。もう一人しかいないって思ったら私が片付けるしかないので、片付けます。ニトリに白いベッドフレームあるよ。結構あった。もう絶対白だと思って。うちね、白とブルー、ほぼ白、白とこの色のブルーしかない、うちには。多分朝ラーナベッド買ったもん。イエーイ最高。もうね、ベッドはこだわりました。誰かいる。やめてくれ、バン君手こんなに伸ばして寝てる。ね、30分までできたら最高って感じ。20分までは絶対やりたいって感じです。メイチのアバなので結婚してください。パン君に焼き目いてる、怖いよ。予備も含めて予約した、ありがとうございます。ヘボありがとうございます。ビルフィルジャックしてられてる。やっぱ姫好き、姫も好きだよ。セリチありがとう。あの色合い好き。今年のラッキーカラーなんです、オレンジ。ちょっとベンさんが DM でも送ってきてくれたんだけどさ、あるんですよ、うちにも。もちろん、あら、かわいいね。ドゥーン。また、あのね、あのゲッターズさんのゲッターズさんのあの占いって、私金の色かなんだけど、あのこの表紙の色がラッキーカラーだから、これとこのブルーがラッキーカラー。ヒラの大好きな色、勝ちました。今年勝利です。しかもオレンジチムニーコーヒーカラーだから勝ちました。勝利です、完全勝利です。私今年は勝利を収めてます。あ、マグカップ、そうなの。あ、そうで、オレンジ、今年はオレンジなんだけど、これ毎年できるじゃんって思ってる。毎年色違いできるって思ってて、だから、色違いと、もう一個なんかグラスなのかなんかできたら最高だなと思っておりますので、乞うご期待。とりあえず今回はこちらの色違いでございます。今年は、今年のカラーはオレンジでございます。オレンジにハマっております。最近、今日のインスタのツイート見ていただけましたか。今日のインスタのツイート、え、ツイート投稿見てください。今すぐ見てください。見てない方はオレンジです。え、ごまきインスタライブっていうの、はっはっはっは、勝利できたらいいなって。姫カフェは現地オンラインやるとしたらの話だけど、確実に現地はやるって感じ。はは、イエーイ、とうとう姫カフェ、現地です。現地だったら東京に来れるよって人、ここだけの話、7月の9日をイメージしております。西川くんじゃありません、降りてきました。パンク、ピンくん、ちょっとだけ顔出ちゃう。おはよう、おはようのパン、おはようのパンくんです。今日も大きいね。スクショタイム。ねえねえ、気だけ。ブフ。ごめんごめん。はいはいはい。今日。パ。
ちゃ毛、めっちゃ毛ついた。なんで？うわ、すっげえ毛。どうしちゃったの？毛が抜ける時期？すっげえ毛。今日やったのに。今日ちゃんとさ、毛抜いたのに。ホテル？いや、マイハウスだから。マイハウス。もっと家、もっと家、みんなもっと家、もっと家。ホテル、ホテル。幽霊かな？言うとけ。ベッドの下に、メイチョルで。おーおーおー、汗汗汗。明日からインハイ寄せ。おー、いいね。頑張れ。おしゃれ、元気で何？めっちゃ元気です。ハッピーさん、初本もありがとうございます。君は姫野です。よかったらコメントしてってね。終わったら困るから使えない。うん、使ってください。姫カフェはフィットのイベント、チムニコーヒーのイベント、姫のイベント姫のイベント、なんかこうなんだろうな、目的としてはチムニコーヒーで働き始めたでしょ。で、あ、なんだろうな、チムニコーヒーのイベントじゃない、姫のイベント、これはそう、姫のイベント、チムニーコーヒーのイベントはチムニーコーヒーのイベントで、まあなんか今日の YouTube 18時から上がってるんで、それチェックしていただけたらいい、嬉しいんですけど、7月の、6、7、8かなで、チムニーコーヒーとしてもイベントやります。ほっほっほ、もう最高で4日連続です。最高で4日連続姫菜ちゃんに会えるデイです。6、7、8、9です。ありがとうございます。8日は確実に会えます。6、7はちょっと本当になんか聞いてる話で言うと、私はどんな顔をしてみんなの前に立てばいいんだろうかと悩んでいるので、ちょっと見ないでほしい気もしなくもないですがわかんない、どうなるかわかんないけど、あ、そんな感じ、そんな感じの予定でございます。ぜひ来てください。来れる人たくさん来ていただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。初見です、ありがとうございます。ハッピーさん、姫カフェ行けなそう。うーん、残念だ。でも全国もあるから、でも全国もあるので来てね。全国もあるとき来てね。あ、そうそう、アノンと同じショート似合うでしょ、そう思う。大ちゃんこんばんは。ハッピーさん本当に来てくれてありがとう。大ちゃんも来てくれてありがとう。なんちゅう顔してんね。ハッピーさん、大ちゃんいらっしゃいませって言ってる。あ、インスタやってないんで。インスタやってないんかい。マグカップ100個に1個パンくんじゃなくてさ、ちょ、姫じゃなくて、あのって姫猿じゃなくてパンくん、めっちゃ笑う。やっほー、しげりんこんばんは。ねえ、ジップキャンめっちゃ見たかった。タロパンチに来ちゃう。最高。7月9、あー、地元のお祭りなんだ。7月9か無理や。あー、残念、多分切れた。ほほほほほ、さすがふいち。姫カフェみんな渋谷に集合です。渋谷です、ずっと渋谷です。5キロぐらい、5キロ、考える。あ、パンね、パンの話か、まだパンの話か、ごめんね。土曜日歓迎、イエー。引っ越ししたいか、そうです、引っ越ししたお家でございます。いいだろう。夏の木になってんのか。その抜けた毛吹いた、気が抜けるとかおばばって言われて、7月8は東京に来てるけど、今日は帰らないといけないかも。おってことは8は来れるんじゃないか。はいとか言って構想せようとするやつ。8、8、9です。7月8、9です。ここでしか言いませんよ。7月8、9です。皆さん星付きホテルですか。吹いたインスタかなり前からフォローします。活躍ありがとうございます。ハッピーさん、めちゃめちゃ嬉しいです。インスタかなり前からフォローしてくれてるの、めっちゃ嬉しい。はテンションが嬉しい、楽しくて、どうしよう。あー、もうね、あ、これ大事だ。フリーズ。え、ちょっと待って追いつくから。まず姫カフェ来るので早くって来年になってその全然大丈夫だよ。まず頑張って部活報告待ってるよ。移動販売の時ぜひ来てね、みんな毎週地方に回るから、全都道府県行くから楽しみにしてて。こんばんは、ゆうごさん。大間の YouTube 見れてないぜひ見て。姫ちゃんいないんだけど、ちょっと仕事で別件の仕事で行けてなくて、サボってるとかなんかいじられてるんですけど、私本当に平日は無理や。平日は難しいから、土曜日もやるから。土曜日
土曜日の平日もあります。チムニーコーヒーの服だよこれさ。やそういえば北海道は2カ所ぐらい、北海道だけ2日間やれたら最高だなって思ってる今のところね。2日間できたら最高だなって思っている。ここだけの話、北海道は8月かな、8月だったからなんか8月9月あたりに行く気がしてます。ぜひ8月な気がする。平日やな。ほうほう、チムニーコーヒーた、姫が全国回る。そう、私が全国回るから全部行く。ジップキャンプ的大号泣いいな、大号泣いいな。時間は夜、全部夜。カフェの営業後だから、カフェの営業は7時までだから、それよりも後になりますの夜の時間帯にイベントやると思います。チムニーコーヒーの移動販売で近く来たら本当に来てもぜひ会おうね。ああ舞台、当日バレーの舞台に行け。わあ、それは楽しんできて、残念だ。7月7も会えるかもしれないよ。7月7会えるよ。あんまりこれは大きい声で言えないけど、腹減ったな、有給取るか、わーい、万歳。歌ってるやつ。君に会えてよかった。ここまで何日もイベントやるのは初めてだね。そう、なんか急に決まってるから私も結構ビクビクしてるんだけど、本当にみたいな、いけてるみたいな感じしてるね。バック、あとでチムニーコーヒーの YouTube、 ぜひ編集頑張ってるね。ほうほうほう。編集はね、くーちゃんがやってるの。撮るのが私、カットも私、撮るの私、カットも私、サムネも、先週は違う人やってるけど今週は姫がやってたりとかしてます。そんな感じ。前回のカフェの意味が分からなくてラーメン食べきる。姫カフェ姫スナックって定期的にやっているんだけど、その姫カフェのカフェかな。もう1周年、そう1周年なんですよ。チムニコーヒー1周年経つのでね、私も実は働き始めて1年経つのよ。チムニコーヒーがちょうど法人化するタイミングで私はチムニコーヒーのメンバーになってるから、そうみんなに報告できたのが5月かだったってだけで、実は私は丸1年前からチムニーコーヒーにいるから、私もチムニーコーヒー1周年なの。移動販売は前もって告知あります。ただ移動販売専用のアカウントでのみです。これはチムニーコーヒーの、インスタの方から移動販売専用アカウントの方に飛べるので、これちょっとあれだね、案内した方がいいね。じゃあ今日私がこの配信終わった後に姫の SNS でもストーリーでもズッてやっとくから見といて、もしアカウント知らない人は、いけるキュルトで行ってんなら会いに来たね。てか北海道の人に聞きたい、どこに行ったらいいですか。はい、絶対そこに行ける確証はないけど、まあ、一日札幌はさ、まあなんかあるじゃん、そうだよねって感じだけど、姫ね、北海道ニセコと札幌市しか行ったことないの。あとまあ千歳空港かしか行ったことがなくて、札幌市ってかなんか札幌駅あたりしか行ったことなくて、ニセコ以外のさ、その北海道を知らないわけですよ。北海道どこに行ったら人いますか。背面情報あったら舞台入れなかったんだけどね、もうね急遽決まったの。本当にうちの代表がね、イベントやりますみたいな。私たちもなんかちゃんと聞いたの、昨日とか一昨日とかだからさ、みたいな、イベントがやるんですかみたいな感じなんですよね。ごめんね、そうなの。会えたら握手してもらおうかな。できないか。できるよ、もちろん握手しましょう。石こちこんばんは。その週は前、あーそっか、残念だ。じゃあまた来てほしい。よければラッパーパーチーをおめでとうございます。ご出産おめでとうございます。ラッパーパッチがご出産したわけじゃないけど、ご出産おめでとうございます。あったかなかあったかなか、うん、だけ言ったらチムニーコーヒー行ってみる。ぜひ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 、本当に嬉しい。了解、ありがとう。山田姫菜として動いてることがあるって言ってたから、なんとなくさせていた。ほう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 。スキー場やん。そうなの。スキーしかしたことない。風町こんばんは。目覚ましやっとこれた。嬉しい。目覚ましおめでとう。みんなめそめそちラッパーパーチ家族に家族が増えました。おでめとうございます。本当にめでた。何でお寿司を食べる。何こ
小鉢姫と握手するの骨の首をウェーブか久々にウェーブかもすかやるかほほほほって最近ハマってんのあのねドラゴンボールをね見てたのねこの前あのドラゴンボールの幼少期のやつを見ててでね誰の真似してたっけ亀仙人かな亀仙人のじっちゃんの真似してほほほほってじゃあフリーザちゃんねほほほほってあの悟空が笑ってるところがあってめちゃめちゃ可愛くて真似してたら完全に映りました私ラパパさんメスメスおめでとうございます言ってるほほほほおめでとうございます拍手したら引き倒されそう引き倒さんおたるおたるおたるって場所札幌決まりに2か所2日ならもうああ旭川とかがやはりスクショトカチトカチもか確かに聞いたことある牛乳だドラゴンボール見てるのかドラゴンボール見てるワンピースはね途中までかなドドリアさんドドリアさん皆さんありがとうございますって姫の組優しい幸せおめでとう嬉しいよもうおたるあ場所ね場所以外に何があるの私も握手したら絶対に行く絶対会いに行く私が私が長野のね場所もね悩んでるんですよね例えばさ長野だったら長野市がいいのかなでもさ軽井沢とか行きたいよねこういうとここういうのこういう機会にさとうとうなんか全国回るみたいな本当に東京と愛知を往復ぐらいしかしたことなかったらもうとうとう全国デビューするから好きなとこ行きたいよねおしゃれな部屋だねはははもっと言うんだやったーひむな組の最年少誕生本当だ嬉しいあー抱っこしたい函館いいとこだよへえそうなんだ函館いいね函館スクショ愛知県もねまだ決まってなくてうーん栄は行きたいと思っているのとあとは決まってないかなって感じルームツアーしようできません向こう側めちゃめちゃ汚いんです今日荷物がまた届いたばっか私本当にこれで破産しそうなのであのベッドとか本当なくて床で寝てたんですよ今まで私床で寝るタイプだったんですが床で寝るとか言って布団を敷くタイプだったんですがここの家が猫が大丈夫なところだから何下がね硬いのタイルなのねで硬くていやここはさすがに床で寝れないってなってベッド買ってるんですけどとか収納をとにかくなんか頑張ってこういろいろやってたりとかしてマジで破産しそうで私今回のイベントはの売り上げは全て私のこの家具へ家具の投資です家具に消えていきますっていう感じになりそうですでイベントも姫カフェだから、オンラインの時と同じように、まあ、オンラインは40分間だったかな40分8人と40分4人とか5人とかみたいな感じにしてたと思うんだけどそれを、1時間1時間の2部制にして、最初は、まあ、大人数で次の部が少人数で、姫カフェ姫スナックみたいな感じにできたら最高だなって思ってますでみんなにはお土産付きです楽しみにしててもうちょっとしたら出せると思いますいや北海道2日間絶対足りないよね私もそう思うなんか東京じゃないとこでひょっこりやりたいからでも東京じゃないとこも絶対見に来てほしい見に来てほしい群馬はね場所全く決めてないでも群馬って言えば前橋
北海道は札幌の次は青森秋田に豚丸福島山の宮城県茨城の緑栃木坊津の宮埼玉埼玉山の城群馬の前橋でね前橋は行きたいなって思って県庁所在地はもう終わりたい気持ちいいインスタチムニーで調べるといっぱい出てくるチムニーコーヒーで調べたらどうだろうかブリコチ川越は来ないよね川越は分かんないかなでもなんかワンチャンある気がしなくもないけどねでも埼玉は絶対行くからそうそうそう札幌なら2時間今日ああ惜しい札幌でも2時間かかるなはあなるほどねどの辺に住んでるんだ田舎町に移動販売は縁になるねほう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 長野市だとめちゃくちゃ嬉しいけどどこに名前に行く嬉しいいやまあでも長野市と軽井沢しか知らないから軽井沢かなって思ってるけどいや分かんないなちょっとまだ分かんない私だけの判断じゃないから私がバーッといろいろなんかこう出して最終的にそのチムニーコーヒーにはですね卸先さんがあってチムニーコーヒーのコーヒー豆とか、飲み物とかいろいろおろしたりとかしているんだけど全国にその卸先さんがあってそこでの駐車場を借りてできたらベストだなって最高だなって思ってて要は私たちが行って、洋服を売って卸先さんのところでコーヒー飲んでくださいみたいな感じにできたらめちゃめちゃいいなって思っててからまあ場所とかは大体こんな場所がいいなっていうのは言えるんだけど卸先さんがあるところとかが優先かなっていうふうに思ってますそうそうそうだからチムニーコーヒーも飲めますで卸先さんがないところはチムニーコーヒーも飲めるようにしたいなっていう願望があります猫の尻尾かわいいでしょなんか東京じゃないところで曲行ったねあどこまでオアシスいいねいやいいけどベッドの下の収納はもうめっちゃいいのめっちゃ流行るのよめちゃめちゃ便利本当に車検ですポチャお疲れ様です、部屋の中でテント張って毎日グランピング泣いた売り上げは使い道を言うところ姫っぽい売り上げの使い道はオールで私の引っ越しの費用と化して消えていく予定でございますありがとうございます皆さんたくさん支援していただけるととても助かります本当に死にそうこいてます本当に死にそうやべーってなってる待ってですかそれなもんですもんなの売れなかったらいいです千葉は決めてない逆にどこがいいの千葉って千葉は千葉市あたりと姫のインターハイのさ思い出のさ場所幕張いいなってお手紙ありがとう幕張とかできたら最高だなって思ってんだけど分かんないどこがいいのかっていうのが全然分かんないからまず調べてる途中です千葉も卸先さんあったと思うんだよね売れなかったらやばいやつほうほうほうひしげち久しぶりありがとう来てくれて緊張しないそう思ったか群馬なら伊勢崎あなんか聞いたことあるミチがそこなのかピョンチこんばんは前橋か行けなくないけど地面に遠いほうそうなんだその伊勢崎ってどこ場所だかミチごめんなさい松本はあ松本聞いたことある松本聞いたことあるわ確かに群馬なら大体大丈夫だなほうほうほうちゃんとしたマットフレームマットレスを使わないとフレーム壊れるよはなんということちゃんとしたマットレスフレーム壊れるやだでもちゃんとねニトリさんで買ってるから大丈夫マットレスも九州来る前に売り切りとかないよね大丈夫第3弾までやってるから第1弾第2弾はもしかしたら売り切れてるかもしれないけど、第3弾は絶対に売り切れてないと思うわかんない売り切れたらもうそこで洋服の販売は終了になっちゃうからなるべく早くゲットできたらゲットしていただけると最高だなって感じかな埼玉のすぐ隣の地域だから何言ってやればいけるかな最高じゃんでさなんでや言うてる姫がフォローしてるのにやったそうそうそうコーヒー飲めないんだよなコーヒーもあるけどそうねコーヒー全く飲めないのカフェオレベースっていうのがあって甘いまあ、カフェオレの、まあ、甘いの、加糖止めとあるんだけどこう牛乳とカフェオレベースを割るだけでもうピャッてできるめちゃめちゃ美味しい飲み物もあるから
そしてカフェオレベースもね、今ねカフェオレベース1万本目指す大会してるからチムニーコーヒー、あとちょっとで達成しそうだけど、第1期がだから要は7月7日までなんだけど、第1期までに1万本もうすぐ行けそう、やばいやーってなっておりますので、ね、ぜひ買ってください皆さん、カフェオレベースぜひ買ってくださいめちゃめちゃ美味しいよ。クルーザー難しいのかすごい元気そうだよ、元気なのよもう本当に、浦安、はあ、いいですね鉄筋家族タラポンありがとう。松戸とか、あ松戸聞いたことある、松戸あれか聞いたことあるっていうかこの前行ったわ姫、シリチありがとう、かわいい、スチャスチャ黒スチャ黒伊勢崎は太田の隣、太田伊勢崎全然わからない、太田古代太田わかんない、群馬県も俺関さんだと思うんだよね、そこに行けたらベストだなって思ってる、でなんかでもう一個が前橋行けたらいいなって思ってるからまだわかんない、ちょっと待ってて、翔太くんは群馬ならどこがベストって言ってる、明治草津温泉、草津温泉行きたい、店舗にはオレンジジュース、あそうオレンジジュースある、ありがとう、店舗にはオレンジジュースあります私コーヒー好きすぎてさコーヒーめっちゃ飲むんだよね、でまあ洋服も売ってるんで姫ちゃんモデルやってるよ、太田もいいねってベンさん遠いって言ってる、11月に何これ、羽生違うか、羽生結弦の羽生読めない、読めないぜ私は無理だ、安中もう全然わかんない、全然わかんないねえ、九州もわかんない、九州勢みんな教えてほしい、イベントの時にめっちゃ聞きまくろう、そう姫カフェはなんか羽生イエーイ、姫カフェ姫スナックはなんかこう姫が前に出てなんかやるとかっていうイベントっていうよりはまあ姫カフェだからみんなでこう団らんでこう喋ったりとかするイメージでいますが、なんかそうじゃなくてもっと他にもゲームやりたいよとか、なんか姫ちゃんが一人で喋る時間が欲しいよとか逆にあるんだったら逆に教えてほしいんだけど、みんな聞いていい？であとオフラインはできないけどオンラインだったらいけるよって人知りたいのね、知りたいの、だから一回今から、アンケート機能を使いますってことでいきますよ、アンケート機能を使います、先に投票か、テロップで1位7月9日、待ってよ、こんばんりん、あつあつ、あ、くそ、テロップ、あー7月9日2、今日行けないけど、オンラインなら行ける、よしこれで行きます、今ん7月9のなんかなんかこれがよくわかんないことになってるけど、わからないは3でわからないって人は3で、人生を決めたと、確かに告知します、ありがとう、ツイートちゃんとするね、ありがとう、姫カフェもオンラインも参加し、最高、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、コメダでおー仕事してたらこの時間いいね、羽生埼玉なんだ、いくよ、シャンシャンさんありがとうございます、あくまさんフォローしてくれてありがとう、月見姫です、めっちゃアップだったわ、
今パッと画面見たらめちゃめちゃアップでめちゃめちゃ笑った自分で。よかったらコメントしてってね。ってことで3までやっとくか。でんやいだーん。だからそう、この今回のこのイベントに関して言うと、そう、チムニーコーヒーで働き始めてから、要は初めてやるイベントだと思うんだけど、ちゃんとこの言葉で伝えてなかったなって思って、でこれをチムニーコーヒーと、あの月宮姫奈っていう役者、月宮姫奈っていう橋渡しがこのイベントでできたら最高だなって思ってるから、このタイミングでこのイベントを一人でも多くの人とこうちゃんと話せたらもうめちゃめちゃ最高だなって思ってるのね。なのでよかったら参加してくださいっていう感じでございます。で1が、7月9東京行けそうだよって人で、2が、オンラインだったらいけるかもしれないなって人、手が来たよって人でございます。あ、目が痛い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 、あ、痛い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 、やめたやめた、オッケーオッケーオッケー。22時まで配信はできんね。ウケる、吹いた。何の話ですか、姫カフェ、ありがとう。へえ、名古屋にですね。ってことで投票終了します。誰に、ダメだ、数が出ねえ。 51%、 あ、ほとんど分かんないんだね。何人投票してくれたのかが分かんないのがつら。これどうやったら分かんの、投票結果パーセンテージしか分かんないですな。人が知りたい、何人か知りたい。インスタでやればいいんだ。インスタの投票機能を使ってみよう。それだ。オンラインは時間的に予定決まって、もう全然決まっていなくて、なんか本当に決まってないから、例えば7月の10日とかにできたら、まあ1日かけてできたらなんかそれもいいのかなって思ったりとかしてるかな。あん、本当に本当にノープランで、もうね結構ね、それでいいのかって感じだけど。そうなの、ちゃんとみんなとお話できたら最強だなってなってます。おい、こらこら。タロボン何を言ってるんだ。でも本当そんなこんなで、なるほど、数字が出ないんだな。まあしょうがねえ。オッケー、ずんだシェイクさん、ありがとうございます。2回目の訪問、月宮姫奈です、よろしくお願いします。ライドン初訪問ありがとうございます、月宮姫奈です。よかったらコメントしてってね。え、これ姫の携帯が反応してないのか、コメントが来てないのか、どっちなのか本当に分からない。とりあえずもうね、昨日の夜にね、なんか寝てる時に喉詰まらせてもうね本当に苦しくて起き上がったんだけど、もうそっから咳は止まらんくて辛すぎる。な、ありがとう教えてくれて。あ、そろそろ終わるか、確かに。姫もどうにかして、姫も会いたいよ、姫も喋りたい、ありがとう。じゃあそんな感じでそろそろ終わるか。ここでパン君が横止まっておるが、お気になったんちけ、濡れてる、ここら辺濡れてるのはなんだ、おしっこか、そんなことない、なんか濡れてる、パン君のおしっこだったらやばいね、なんで濡れてるか、まあ後で見よう。カレンちゃんお疲れ様、マグカップ予約してくれてるの見た、ありがとう、めちゃめちゃ嬉しい。パン君向こうにおいでと、嬉しいね、
ここにおいでって言ってもらえて嬉しいね。うん、かわいい、かわいいね、パンくん。怪我。怪我。ってことで終わります。みんなありがとう。ノープランでも呼れたらと思ったけど、ありがとう、本当にありがとう。ニヤジさん最高。ニヤジさんお願いします。パンクの今日水分、確かにそれはあるかもしれんな。え、まだ来る、出発もしてないんだけど。最高。ニヤ連れてく、うわー、連れてきてほしい。え、外大丈夫なの？外大丈夫な子だったらマジで連れてきてほしいやつ。お、カレンちゃん、姫カフェ7月9日だってよ、だってよ。ぜひ来て、もうめちゃめちゃみんなと喋りたい。もう私はこういうところをこうパカーンと開いてみんなを待つしかできないからね。外大丈夫くないよね。うちの子もね、外大丈夫くないんですよ。わかる。にゃーは超箱入り。かわいいにゃー、本当にいつもも予定見たく、予定見たいて、みんなに会いたい、会いたいってことで、そろそろ終わろうかと思います。皆さん、次ワクワ吹いた。皆さん今日もありがとうございました。パンくんも起き上がったところで、パンくんまでは一緒にバイバイってしようか。一緒にバイバイってしようね。おきに、いいせーの、ハッピーさんありがとうございました。また来てね。スクショタイム、イエーイ。じゃあねー、バイバイ。じゃあね、じゃあね、バイ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 。毎回ひよって絞るから、バレてるバレてるバレてるぞ、パンシケ完全にバレてるぞ。めちゃめちゃひよってることバレてるぞ。マグカップもひよってることバレてるのかな。うーん、かわいい。ぐるぐる言ってる、聞こえなんからが、おやすみ。結婚してごめんなさい。じゃあねー。アギティもありがとう、コメントしてくれて。バイバイ、双子です、鉄人。かわいい。あ、とうとう嫌がられた。やちゃやちゃ、かわいいね。あ、毛だらけになりました。バイバーイ、またね。愛されてる。不満そう。またね。配信してくれてありがとう、泣いた。ありがとう。いつもありがとう。不満そう、愛されてる。パンうちおいでって言ってる。マイクさんありがとう。でもまたね、またやります。またね、ありがとう。ツイッターで告知します。じゃあね、3、2、1、おやすみ。じゃあね、黒助もありがとうね。ありがとう、ポチョもありがとう。ちょっとでも来てくれてありがとう。ファンが一人に、ファンが一人になりました。ファンが一人になりました。んどういうこと、どういうこと。怖い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 、どういうこと。ありがとうございます。めいちゃんありがとう。ベンさんすげー、ファンレベルすごっ。なにこれ。おつありがとう。タルパンチありがとうね。ことうさんありがとう。あ、せりちゃんありがとう。めさめちゃんありがとう。いちりんありがとう。じゃあね、またね。お疲れ様、ありがとうね。よしちお疲れ様。3、2、1、激減した。本当に急に激減した。じゃあね、またね。おやすみ、みんな、バイバイ。